コニー林です。改めまして、クイジャズ井上です。はい、お願いします。はい、今回は最終バトルということでですね、はい、現在も勝敗はともかくとして、サイド差が僕が今2枚差でサイドが負けてると、自分が12枚で、僕が13枚というわけで、僕がこの勝負で2枚差をつけて勝てば僕の実質的な勝利と大逆転勝利ということがね表明されますんで、はい、まあ、2枚差つけて勝っておりますよ。バトルスタート。お願いします。お願いします。ほい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 、1枚引きまして、せつなぎの丘を使い、はい、まあ、そのまま使いまして、ウパーを出します。ウパー、バトルコンプレッサーを使います。バトルコンプレッサーを使ってカウンターエネルギー、カウンターエネルギー、はい、水エネルギーを出します。ウパーに水エネルギーつけて、はい、ポエルコにムキムキダンベルつけまして、ムキムキダンベル、白ダンベル使います。はい、満を持して、そっちはなんかゾロは言わんことか、あれバレました、ここに来てバレました。そういえば ルカルガンゾロワークじゃないですか、どう見ても。そうなんです、これあのここに来て3戦目でただのルカルガンゾロワーク1戦目の面白いデッキが最後完全に勝ちに来ましたねさらに、はい、ハイパーボールを使いまして、はい、水エネルギーとグズマをトラッシュして、はい、ビリヤマ、お、どうぞ。じゃあ1枚、はい、引きます。じゃあダブル無色エネルギーをイワンの方につけます。はい、で、セスラギの丘、あ、逆利用されてしまうパターンですね、これは逆利用されてしまうパターン、イワンコ、はい、ベンチに出します。はい、ワンコが出てきて逆利用をしてくるという、これは卑怯なプレイングですね。はい、じゃあパルタンク使います。オレスキュタンカ2枚生きる、いや、レスキュタンカ2枚消えましたね。1枚引きます。ムオに進化して、今上に引いてきたのが面白いカードですね。ホエル王、出たホエル王、出たホエル王、これは6月1日に発売する各社パック、ネックのカリスマに入っているホエルですね。いや、またやったな。4枚入れましょうから。いや、どこまでルール曲げるんですか。今回は4枚入れました。N! まあ、正直、うっすら気づいてましたけど。まずセスラギの丘使います、はい、じゃあソッキー持ってきます、はい、ソッキーかー、やだなるソッキー、じゃあゾロで、じゃあワナタッチ使います。はい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 、ピカタッチ、はい、はい、じゃあ、はい、ピカタッチ使います。7枚ね、はい、ドラグジェクションしまーす、はい、では、普通の引きですか、なるほど、今引きます。おぉ、トーンエネルギーをつける、つけて、はい、特性なりパワーを使います、はい、ワン終わり、はい、なるほど、なるほど、さらにホイールに進化します。アクアマッチを使って4につけます。はい、グラダンを使います。はい、どうぞ。7枚、さあ、マルマインを引く、よし、タイマーボール、ウッパー、バトルコンプレッサーをトラッシュして、はい、マルマイン熟成、おー、来た、特性エネルギーボンバーを使います。自分は2回使えてこのポケモンを消えさせる、自分もトラッシュになる好きなエネルギーを5枚自分のポケモン GX、EX 以外に好きなようにつけると、水、水、水、
カウンターカウンターを呼びまして、はい、カウンターエネルギー2枚を超えるようにつけます、はい、水エネルギー3枚をこっちの超えるようにつけます、はい、じゃあ最後2枚はいもらいます、はい、でサイドが減ったことによってカウンターエネルギーが効果が働きますので、これで引き潮200ダメージでゾロワークを倒します。よし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 、やばいやばいぞこれ、ヌオがやられる、ヌオがやられてやばい。じゃあワイドビット使います。1,2,3,4,5,6,7 の、140ダメージ。やべえ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 、最後1枚、はいどうぞ。じゃあ引きます。1枚引いてバトルサーチャーで、はい、グズマ、グズマ、グズマ使ってタピレグジ X を呼び出します。はいはい、アクアパッチを使って水エネルギーをつけまして、引き潮200ダメージ。さあカピレジックスを倒します。よし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 、これ3枚。さああとはサイド1枚も取られずに勝つということですよ。N か、ここで N か。じゃあ3枚で、はい、3枚です。取り引きます。はい、取り引き、はい、いや取り引き強い、取り引き強い。食塩の量となくジュークスを取って、はい、ライトビートも使います。1,2,3,4,5,6,7 の140ダメージです。ふぅ、140か。よいしょ、140か。1枚引きます。はい、またの薬。おお、英断。どうぞ。なるほど。とりあえず一回稼ぐ、一回稼ぎますよ。一枚引きます。一回稼ぐよ。進化して。はあ。ホイール。やばいやばいやばい。じゃあサイドビートで、1,2,3,4,5,6,7 の140ダメージです。はい、2枚差ですよね。2枚差だからまだ大丈夫、まだ大丈夫。水につけて、はい、願いのバトン、願いのバトンか。なるほど。引き潮打ってもいいんですけど、引き潮の場合ダメージが出ないので番を終わります。粘るぞ。じゃあ1枚。さあ粘る。はい、頼む、フィールドフライ入れてくれ。ああああああ、大丈夫、はい、大丈夫、すいません、160ダメージ。あ、キレツ、あー、でかいトマトンか。さあ、出ちゃう。160ダメージで倒します。さあ、出ちゃう。やばい、やばい。じゃあ、160ダメージです。クズマで、まだ PX をで、3,4,5,6 の120ダメージで倒して最後。なんでやー。はい、というわけで、はい、参戦をし、井上さんが、はい、3回勝ったってことで、はい、一応ね、はい、これ見つけたんですよ、さっき。そうですね、梅干し。5個ね、5個食べました。じゃあその前に良い子は真似しないでください。良い子は真似しないでくださいね。はい、美味しく食べてくださいね。美味しく食べますよ。2個、はい、3個、4個、綺麗、ダメかみたい。おお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 お